晴れた天気になりました。神宮球場からお伝えしてまいります。セパ交流戦、東京ヤクルトスワローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、エースが先発する試合というのは野手のモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いや当然ですね、とにかく負けられない、そういう試合ですよね。そうですよね、非常にファンとしても緊張感を感じます。まずはスワローズのエース小川が神宮球場のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。さあ外してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている藤田。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上小川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。引っ張った、これはどうか、よく取った、アウト、スーパープレイ、いいプレーが出ました。ファインプレーです。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。バッターボックス後藤、ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク、落ちる球を持ってきました。変化球が決まりました。ワンボールツーストライクです。引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番松井、ヒットでランナーを一塁に置いています。入りました、ファウルになります。打ちました、ボテボテ、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点には。1回の裏スワローズの攻撃です。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますイーグルスはご覧のような守備陣です。イーグルスマウンドに上がるのは先発の戸村、どんな投球をしてくれるんでしょうか。上田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている川端、まずはワンアウトを取っています。初球大きく外れています。膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターは3番山田、ツーアウトランナーありません。この回のスワローズ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。2球目打ちました、一気に左中間へ、ツーアウトからランナー出ました。ヤクルトスワローズです。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。2回になります、イーグルスの攻撃。バッターボックス石峰、スワローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤、
っ張った。これはどうか。取りました。一塁送球アウト。スタンドのファンから走り込みながら見事にキャッチ。初球は何から入ってくるか。アウトコース見送ってストライクです。低めの球が内に決まります。あっという間に2ストライクです。引っ張った。ヒットになった。2アウトランナー1塁。8番バッター西田、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです。打ちました。取った。2塁へ送ります。セカンドフォースアウト。3アウト。ゲームはこれから2回の裏に入ります。スワローズの攻撃、バッターは5番バレンティン。スワローズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。思わずバットが回ってしまいました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球空振り。ワンアウトです。バッターは6番雄平。戸村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。変化球低めに持ってきましたがボールになります。落ちるボール空振りになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インサイド、打球は左中間へ。ここは打ち上げています。石峰が掴んで2アウト。バッターは7番に入っている今並。2アウトになっています。初球空振りです。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。打ちました。セカンド取る。一塁アウト。スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。2回終わって小宮山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね。ボールも走っているように見えますし非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。さあ外してくるのか。ファウルになります。ノーボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター聖沢、小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。落ちる球空振り。ノーボール2ストライク。打ちました。ピッチャーゴロです。2アウトになりました。2番バッター藤田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトランナーありません。バッターよく見ました。アウトコース捉えていった。これはセカンドライナー。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。初球ボール、切れていきます。ファウル。変化球が高めに抜けます。アウトコースの球、バットが泳ぎます。2ストライク2ボールと追い込んでいます。見逃し三振。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の小川がバッターボックスです。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。ボールになります。内へのボール球空振りです。ワンボールツーストライクです。インサイド、変化球外れます。バッ
ットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。打順はトップに帰って上田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。変化球ボールになります。ボールになります。低めの変化球は外れました。外れてフォアボール。ツーアウト。バッターボックスは2番川端。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。ここも外してきます。ツーボール。やはりランナーを警戒したでしょうか。やはりランナーのプレッシャーがあると投げにくいものですからね。よく見極めました。フォアボールです。ツーアウト二塁一塁です。チャンスが続きます。いいところへ決めてきます。ストライクです。誘ってきましたね。これは見送ってボール。ここは見送ります。スリーボールになりました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。これでマルチヒット。ツーアウト満塁です。さあそして打席には畠山が入っています。さあチャンスが続き満塁の場面。この流れに続いて先制してしまいたいですね。なるほど、そうですね。一塁線切りました。ファウル。フェアならば先制かというところでした。外角低めのストライク。さあツーストライク追い込みました。変化球打った。あっとグラブ弾いた。ボールを拾って一塁へ。サードランナーがホームに帰ってきました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。これで1点差となりました。そしてバッターボックスにはバレンティンが入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。いい当たりだ。ショート正面抑えた。二塁へ送球。二塁アウトでスリーアウト。しかしこの回スワローズ、小宮山さん、さすがエース。立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。そうですね、もう本当にエースらしい投球と言っていいと思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。低めに来ました。あっという間に2ストライクです。引っ張った。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。目で打ち損じを狙いたいですね。構えるか。ファウルになります。打ちました。二塁へ。二塁アウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。イーグルス。ダブルプレーでランナーなくなりました。入れてきました。ノーボールツーストライクです。打ちました。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁。ここは初球ボール。膝元決まった。まあ、次のボール迷ったら長打になりにくい低めですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。落ちるボールはこれは外れています。引っ張った。これはどうだ。ライン際フェア。フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁へ送球。スワローズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。これでランナーは三塁まで。変化球振っていきます。さあ2球目は何か。ここは見ます。決まった。低めいっぱい。ワンボールツーストライクです。このピンチ見逃しで三振を奪いました。イーグルスの追撃を許しませんでした。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。自信を持ってない。バッターボックスには6
6番雄平。さっきは苦手なインコースを突かれましたから、はい、まあ、またそこを突かれると思いますから。インサイド打ち上げました。右中間へ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには7番今並。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。戸村、まずは先頭バッターを打ち取っています。チェンジアップが決まりました。ノーボールツーストライク。打ちました。これはセカンドライナー。バッターボックスは8番中村。ツーアウトになっています。この回のスワローズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。変化球タイミング合いません。インローボール。インコースを厳しく攻めます。外れてフォアボール。ツーアウト。初球変化球は空振りです。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチはアウト。これでスリーアウト。仕掛けていったんですが、小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね。白星というところもちらついてきます。さあ一塁に同点のランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあここは送らせるんじゃないですかね。送ります。ファウルになりました。バントしにくいいいボールでしたね。そうですね。ここもバントの様子も見送っています。追い込まれてからもバントの構えをしてきます。バントしました。サードが取る。一塁へ送ります。おっと送球がそれた。これはサードのエラーです。守備陣の裏をかかれた形と。送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。際どいタイミング一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁二塁です。初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。なるほど。カットボール見送ってボールです。さあ4球目は何か。素晴らしいコントロールで決めてきます。外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。フォアボールのランナーを出しました。さあそして打席には後藤が入っています。さあピンチは続き満塁という場面。まあ痛打を浴びてしまうと逆転になってしまいますから、コースには十分気をつけたいですね。なるほど、そうですね。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断は難しいところですね。ああ、なるほど。ストレート打った。ショート取った。二塁送球。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。逆転のかかる場面でしたが、最後はダブルプレーで。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。スワローズノーアウトランナー一塁です。宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。インコース詰まりました。ここはフライになっています。後藤が抑えています。ワンアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス川端、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。今日の先発ピッチャーはスワローズがエースの小川。2球目打ちました。ヒットになった。川端、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー2塁1塁。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。この打席左方向、これは面白い当たりになった。レフトフライ、抑えてアウト。ツーアウトランナー2塁1塁と変わっています。さあ
最初は変化球できました。落としてきましたがこれは外れます。これはよく見ました。ボールが3つになります。外れてフォアボール。これで2アウト。狙っていきましたね、はい、これぞ主軸の活躍。その差を5点と突き放しました。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いやうまく打ちましたね。これはここでの追加点は願ってもないことでしょう。6番バッター雄平、前の打席は苦手なインコースでやられましたから、ええ、まあ今度はそこをどう対応していくかですね。そうですね。さあ何を狙う。センターに抜けました。雄平、これが今日の初ヒット。2アウトランナー1塁。7番バッター今波、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド落ちました。取って3アウトです。しかしこの回スワローズ、ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。3回の裏、一打先制のチャンス、4番畠山、追い込まれてからのタイムリー、スワローズ先制します。4回の表、ランナー一塁三塁のピンチだったんですが、最後は三振に切って取ります。同点のピンチをしのぎます。5回の表、得点圏にランナーを置いて注文通りの内野ゲッツー、逆転のピンチをしのぎます。その裏、ツーアウト満塁の場面、迎えるは5番バレンティン。その初球でした。スワローズ4点を追加します。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるイーグルスの攻撃、バッターは4番松井。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。スワローズ大きく点差をつけて6回を迎えています。小宮山さん、見逃して三振です。ワンアウトです。打順は5番石峰。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インコース決めてきた。アウトコース、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。この球は外れています。バットに当たりません。三振。バッターボックスは6番ペーニャ、先ほどの打席でヒットを放っています。2アウトランナーありません。インコース決まった。これが3球目。高め際どいコース決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り、3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。反撃したい楽天でしたが、6回の裏スワローズの攻撃、バッターボックス中村、前の打席ではフォアボールを選んでいます。スワローズ攻撃がかみ合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。外れてフォアボール。ノーアウトからランナー出ます。送ります。ペーニャ、セカンド送球、二塁はセーフ。ファーストのフィルダースチョイス。スワロー打順は1番に帰ります。バッター上田。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。
空振りでストライクを取ってきました。次が2球目、チェンジアップ、タイミング取れないか。すぐに追い込みました。チャンスの場面、振っていきましたが三振。打順は2番、川端。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打ちました、セカンド取った、二塁送球、セカンドホースアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。打席には3番バッター山田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。引っ張った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。小宮山さん、さすがの安定感でこの7回迎えてます。まあ、そうですね、もう本当に安心して見てられるといったような投球内容ですよね。はい、この後もそんな投球続くことを期待しましょう。ここは落としてきました。内へのボール外れました。変化球が決まりました。ツーボールツーストライクです。打ちました、取りました、一塁そのまま入ってアウト。打席には1番バッター西田。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。ここもファールです。見逃し三振。バッターボックスには代打のウィーラー。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経を使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね、さあ注目しましょう。ファウルになります。ボールカウントは2ストライクです。三振になります。3アウトチェンジ。反撃したい楽天。7回の裏、西さん、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分なんでしょうか。そうですね、難しい状況がないわけですから、とにかくバッティングに専念できるということですよね。なるほどね。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番バレンティン。先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球を伸びて入った、ホームラン、ツーランホームラン。阪急高々と舞い上がり、神宮球場のスタンドに消えていきました。初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。ヤクルトスワローズ7対0。インサイドの難しいボールでしたけどね、見事に捉えましたね。はい、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。今日の攻撃陣は当たっています。バッターボックス雄平、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。スワローズホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当に打ちました。センター下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。武藤、変化球を打たれました。三塁回って今ホームイン、8対0。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。宮本さん、うまく捉えたバッティング、いかがでしたでしょうか。そうですね、狙っていたのかもしれませんね。タイミングも合ってましたね。また点が加わりました。まだまだ追加点が入りそうな予感です。バッターボックスは7番今波。初球ボール、打った、ヒットになりました。今波、ヒットが出ました。ノーアウトランナー1塁です。打順は8番中村。今日は2つのフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコースへの変化球、ストライクです。アウトコース外れます。次が4球目、見送っています。低め、振っ
ってくれればというようなボールでした。際どいがあっとフォアボールです。得点圏にランナーを進めています。まあ、フォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。インサイド押しました。センターへ抜ける。二塁はセーフ。これでマルチヒット、ノーアウト満塁です。打順はトップに帰って上田。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかも。打ちました。バックホームする。サードランナーホームイン。スワローズ1点。バッターボックスには2番川端。いいコースですが外れています。引っ張った。ファーストの左抜けました。ホームに送球する。サードランナーホームイン。本塁タッチはアウト。スワローズ1点。イーグルスピッ。さあマウンドに上がったのはイリン。豪快なスイング打ちました。弾き返したらタッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。スワローズ打席には5番バッター畠山。先ほどの打席でヒットを放っています。スワローズこの回は引っ張った。これはどうだ。西田一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回これから8回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、イーグルスは代打を送ります。バッターは中川。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。バッターは2番藤田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。打った。バッターボックスには3番後藤。先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですが、ショートゴロ、併殺打に終わりました。ツーアウトランナーありません。この回の小川4球でツーアウトにしています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。打った。取りました。スリーアウトチェンジ。8回の裏スワローズの攻撃。5番バッターバレンティン。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。抜けていきます。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターは6番雄平。先ほどの打席でソロホームランを放って、引っ張った。これはどうか。1、2塁間を破る。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックス今波。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。思わずバットが出たような形です。ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振。ランナー変化球振っていきます。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。これは変化球。ここはランナー返せません。これが1球目。初球打ち。これはどうだ。センターに抜ける。ホームに送球。これで3安打猛打賞。2アウト満塁です。打順は1番に帰ります。バッター上田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットで満塁としています。打ちました。これはどうか。破りました。センター前。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。打席には2番バッター川端。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。スワローズこの回7人目のバッター。打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。スワローズ3番バッター山田。
先ほどの打席で犠牲フライを放っています。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。これは変化球、低め際どいボールにバットが出ました。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうだ、センターに抜けました。バックホームする、サードランナーホームイン、スワローズ1点追加します。打順は4番畠山、これが初球、初球ボール球です。誘ってきましたが見極めています。体に近いところ、ストライクが入りません。外れてフォアボール、これで真ん中打ちました。これはどう、手を伸ばして取った、二塁へ送球、アウト、スーパープレーが飛び出しました。小宮山さん、ここまでのピッチング、さすがエースの貫禄を示すような内容ですね。そうですね、もう本当に素晴らしいピッチングですよね。本当にそうですよね。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取り、バッターボックスには代打の銀次。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね、さあ注目しましょう。インサイド落ちました、ファウルになります。ボールカウントはノーボールツーストライクです。打ちました、サード取った、アウト、ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。アウトコース、ストレートが決まっています。引っ張った打球はレフトへ、この打球はフライになっています。外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。今日は見事な完封で白星を挙げました。ヤクルトスワローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、これぞエースという投球、今日の結果監督も満足そうでしたね。いや、もうこれは言うことない結果ですから、もう本当に素晴らしい投球になりましたよね。ベンチの大きな期待に応えました。勝ったヤクルトスワローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。本日は